こんにちは、九州山チャンネルのひでです。今日は福岡市東区の香椎に来ています。今回紹介する山は、香椎の、町のですね、裏手にそびえる、三日月山、大変ね素晴らしい、展望がね望めるスポットということで、地元のねハイカーの方にも親しまれている山を紹介したいと思います。登山コースはですね、いろんなコースがあるんですが、今回は三日月湖の、北側のところにですね、長谷ダムと、正式名は、三日月湖ではなくて、長谷ダムと、呼ばれているんですね。でこの長谷ダムのですね、北側にあります、三日月山霊園というのがねまたすぐ近くにあるんですが、そちらのね、外れのところにあります長谷ダム自然公園、結構ね、子供が、よくね週末など遊びに来れるような、緑のね広場があるんですが、そちらの公園をスタートして、三日月湖をですね、ずっと南下していって、長谷登山口というところから、長谷コースで三日月山を目指したいと思います。そして下山はですね、三日月山霊園の、駐車場の方におりまして、でまたこちらのね、ダムの公園のところまで戻ってくるという、プチ周遊コースをねご紹介したいと思います。それでは今日もどの景色に出るのか楽しみです。ではレッツゴー。はい、長谷ダム、自然公園のですね、脇のところに案内板があります。こちらでね今回のコース説明したいと思います。現在地は、長谷ダム記念公園ですね。こちらからですね、湖畔沿いにずっと、舗装路ジグザグにね、行って山頂を目指すコースもあるんですが、今回は、こっちのね、南側の方の、直線の方行って長谷ルート入り口、そして、山道赤ラインでずっと登っていって三日月山、272メートル、そして帰りはですね、まあちょっと山頂に行ってねまた考えたいと思いますが、三日月山霊園経由でまた現在地へ戻ってくるのか、この赤ラインで行きつつ、途中からですねこのラインですが霊園の近く通って公園にそのまま抜けてくるコース、帰るのかね、まあその場所でねちょっと判断したいと思います。でははい、市道の舗装路の脇をですね、車の往来にね注意しながら、歩いてきました。こちらまでですね約30分です。そしてね、こちらよくね、通称で、三日月湖と、呼んでいますが、正式名はですね、三日月の海ですね。はい、ちゃんとねそういう風に振り仮名が振ったね、石碑がねこのダムの堰堤のそばに、設置してあります。まあ、正式名は長谷ダムというのがね正式な呼び名になります。このですね、ダムの堰堤のところからもう少しね、市道沿い少しね坂を、下りがけのところから左側のね山に取り付くといったような感じになります。では後ほど。
はい、ダムの堰堤の先からですね、最初階段、そしてね、急な山の斜面をつづら折れに登ってくると、尾根のね、末端付近のところに、出てきました、そしてね、反射板がね、設置してあるところのすぐ裏手のところに、どなたかね、まあ愛好家の方が、ベンチ作って、くださってますんでね、こちらをね第一ベンチと名付けたいと思います。で休憩してそれからまたね、出発したいと思います。では後ほど。はい、木の根の、急坂を登ること約50メートルほどですかね、掛け算標高は150メートル、いただきました。この後もね三日月山までは、ちっちゃいピークをねいくつか残していくことになります。では後ほど。はい、先ほどの掛け算からですね、一旦少し下ったようにして、また木の根道のね急登一登りで、次はですね、九九山、標高は150メートルということで、先ほどのね、掛け算と、同じ標高なので、まあ一旦下ってね登り返しといったような感じの山でした。掛け算に、九九山、九九山ですかね、なかなかね面白い、山名つけたもんだなと思います。では後ほど。はい、先ほどのですね、九九山から、道なりにね登山道ずっと来るとですね、正面に登山道、左というね、案内板があって、正面にはですね、宮殿の、鉄塔のね、整備道の階段があって、そのまま行けるかと思ってねちょっと行ってみたんですが、ちょっと破ってたんで、行き過ぎてねやり過ごしたら、反対側から、鉄塔のところのね展望地に、迎えるルートがありました。最初の看板をねやり過ごしてそのまま行って、で鋭角に右に曲がったところから、鉄塔の方へね登っていけるようになっています。ちょっと寄り道していきたいと思います。はい、187メートルピークですね、一応名前がなんかついてたようです。おそらくね、ガモン岳だと思うんですが、門の、ね、左に人弁がついてますんで、まあ、ちょっとまた違った、ね、名前なのか、とりあえずね、ガモン岳と呼びたいと思います。187メーター、この後ねまた登山道の分岐の、表示のところまで戻って、またね三日月山を目指したいと思います。こちらからもね、展望は、いろいろ見えますが、ちょっと鉄塔が邪魔でね、視界を遮られたような形にはなっています。では後ほど。はい、分岐のね、案内表示のところに到着しました。こちらですね、左の方へ下っていくと、長谷ダム、三日月、湖のですね、ところに
三日月橋というのがあるんですが、その三日月橋のところからね、登るルートの、合流点になっています。これからね、まだ尾根上をずっとね、詰めていきたいと思います。では後ほど。はい、先ほどのね、三日月橋の、ルートですね、合流点から、そうですね、時間にして5分ほど急登登ってきたところですかね。また分岐があります。こちらからもですね、ダムサイドの方へ、下っていく、ルートがあります。この、分岐ですね、今回は、山頂の方を目指すんでね、この分岐から右の方にね、折れて、伏谷ですかね、伏せる谷、そして水月山方面にね、向かいたいと思います。では後ほど。はい、はい、先ほどのですね、中谷ダムの、分岐ですね、河口点のところから、じわりじわりね、伏谷というね、ピークに向かって登っていっています。こちらにもね、ベンチが、作ってありますね。こちらはね、第2ベンチと、命名したいと思います。以前はね、木々の間から、展望が開けてたはずなんですが、前の木々がね、伸びちゃって、もう、あんまり展望は効かないような状況ですね。でもまあ、このベンチがあるんでね、休憩していきたいと思います。では、ビスタリビスタリのんびり行きたいと思います。はい、四等三角点が設置してある、伏谷ですかね、264.3m だったかな、ピークいただきました。ここまでね、ちょっと急登でしたが、このま後ね、また、15分から20分ぐらいでようやくね、待望の三日月山、到着しますので楽しみにしたいと思います。では後ほど。はい、三日月霊の、河口点ですね、分岐に到着しました。ここからね、約、5分8分ぐらいでね、三日月山山頂に到着かと思います。では後ほど。
はい、登山を開始してから、2時間15分ほどで三日月山山頂、標高は約272メートル、いただきました。こちらね、三日月山からはですね、眼下に市街地、そして、博多湾などね、南からね、北の方まで、綺麗にね見えています。ではね、この後、山頂からの展望をお楽しみください。現在ですね、三日月山から、三日月山、霊園のね、下のね、トイレがある、管理棟がある事務所のところの駐車場の方に向かって、まっすぐね下ってる状態ですね。このね、三日月山からですね、三日月山霊園降りる道、結構ね分岐がたくさんあるので、まあ自分の現在地をね、まあ登山のマップナビですね、アプリなどを使いつつ、自分の現在地をよく確認しながらね、下っていくのがいいと思います。まあね、分かれ道が多いとね、全てが全てね土俵が、ついてるわけではないので、しっかりね自分の現在地確認しながら降りていくというのがね、大事なことかと思います。では後ほど。はい、急な道をね、ぐんぐん下ってくると、四砂路ですね、分岐に到着しました。ここはね、いろんなところからね、合流地点になっていますね。私のね、背後に、案内板、案内のね、標識があります。これからね、まっすぐ降りると、ここからまっすぐ降りると、三日月山霊園の駐車場。それと違って三日月山霊園の、一つ下にあるね、管理棟がある、公園事務所ですね、そちらの方があと 600m ですね。今降りてきたのはこの急坂道ですね。この道を下ってきました。で、まあ普通はですね、この急坂使わない方は、山頂からね、横にトラバースしつつ遊歩道経由で、途中からね、この分岐に戻ってくる、そして、まあ、駐車場に向かうといったようなパターンですね。この分岐から、ね、右の方に行くと中谷ダム、三日月橋の方にも、行くねバイパスになりますね。こういったね、分岐が多いところはね要注意ですね。では後ほど。
道なりに、ね、進んでくると、右手の方にね、鋭角に戻る道があります。こちら右の鋭角の道ね、行くと、三日月山霊園の、下のところのね、公園管理事務所、駐車場の方に到着します。では後ほど。三日月山、園地のですね、駐車場管理棟があるところに到着しました。こちらにはですね、自動販売機と、トイレですね、公衆トイレ、そして管理棟があります。ここからね、公園沿いに、下っていくとですね、スタート地点の中谷ダム、緑地公園ですね、そちらの駐車場へ向かうことになります。こちらのね、霊園の方のですね、駐車場はちょっと開門がね、9時と遅いので、早朝出発の時には、中谷ダムのね、緑地公園の方の駐車場を使えるといいと思います。では後ほど。スタート地点の中谷ダム、緑地公園のところにね、戻ってまいりました。今回ですね、三日月湖、中谷ダムですね、園庭のところを出発して、掛け山とか、九九山、そして、伏せ谷ですかね、そして、最高点の三日月山からの大展望、巡ってまいりました。今回の動画いかがだったでしょうか。三日月山からですね、博多湾方面ですね、海の中道や鹿の島の方ね、よく見えていました。今回の動画参考になったよ、良かったよと言っていただける方は今後の励みになりますので、高評価ボタンお願いします。そして、今回紹介した、三日月山山系なんですが、春のね、新緑の季節、そして、秋からね、冬にかけて、ちょうどね、気候がいい時はね、おすすめですね。やはり標高が低いので、夏の季節はね、ちょっと敬遠された方がいいと思いますね。ということで、今後もですね、素晴らしい、山の自然やね、景色など、お送りしてまいりたいと思いますので、見逃さないためには登録ボタンお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。